下深くの暗い迷宮を想像してみてほしい。そこには隠された危険と思いがけない発見がいっぱいだ。懐中電灯を持って史上最も不気味な洞窟のツアーに案内しよう。リストの最初の目的地はカテドラル洞窟だ。もともとここはバットケーブと呼ばれていたが、その姿から後に解明された。この洞窟に近づくと、その巨大な入り口が目に飛び込んでくる。巨大な入り口の大きさは幅38メートル、高さ8メートルだが、この壮大な入り口は始まりに過ぎない。洞窟の内部には自然が作り出した最も美しい造形物がある。最も有名なものの一つはゴリアテだろう。高さ14メートル、周囲74メートルの巨大な石筍である。他にもフローストーンの壁の上でバランスをとっているケーブマンや凍った滝、背の高い石筍の森などがある。こんな素敵な場所がなぜ最も怖い洞窟のリストに入ったのか。その理由は洞窟の大きさはまだ未知数だからで、地図に載っていて一般に公開されているのはそのうちのわずか 3.2 キロメートルほどだからだ。さらに洞窟は時折危険な一面を見せることがある。例えば1984年に公開された SF 映画 SF 謎の地底人の監督たちはカテドラル洞窟で多くのシーンを撮影した。しかし撮影中、17人のキャストとスタッフが一酸化炭素中毒になり、すぐに病院に運ばれたのだ。しかしさらにカリフォルニアのムーニング洞窟に話を移そう。特に不気味なのは奇妙な呼吸音だ。これは洞窟の底にある瓶のような穴から水が滴り落ちることで発生する。この呼吸の正体を知らない人が近づくと、この不気味な呼吸によってその場から遠ざかることを余儀なくされるかもしれない。その一方でこれらのうめき声は冒険心旺盛な人々の好奇心を呼び起こし、最悪の結末を呼び起こした。研究者たちは約1万3000年前のこの洞窟の125メートルの裂け目から転落した100人以上の先史時代の人々の遺骨を発見した。最近では洞窟の周囲を巡るツアーに参加することができるが、垂直の開口部まで50メートルより深く入ることはできない。特に大胆な気分なら懸垂加工をすることもできるが、ゴシック風の連鉄製の階段を使って降りなければならないので、足を滑らせないように注意しよう。次に訪れる洞窟はウェストバージニア州にある不吉な名前を持つヘルホールだ。いくつかのホラー映画にインスピレーションを与えるほど悪名高い場所で、その名前とは裏腹にこの場所は寒々としている。洞窟内の平均気温は8度で、多種多様なコウモリや他の珍しい洞窟の住人にとっては最高の住処となっている。実際冬になるとこの洞窟には世界のバージニアオオミミコウモリの個体数の約半分が生息する。これらは絶滅の危機に瀕しており、非常に傷つきやすい生き物である。しかし泣きながら羽ばたく2万匹のコウモリの雲を見れば、背筋が凍るのを止めることはできないだろう。ベルウィッチケーブはテネシー州にある比較的小さな地層である。その無邪気な外見とは裏腹に、同じように幻想的で恐ろしい物語の舞台となっている。伝説によると19世紀初頭、農夫とその家族は幽霊のいたずらに悩まされていた。幽霊は夜中に騒いだり、ベッドからシーツを剥がしたり、農夫とその家族の何人かに体当たりしたりした。やがてその農夫は亡くなり、彼の隣からは得体の知れない黒い液体の入った小瓶が発見された。幽霊が彼を毒殺したのだと考える人もいたほどだ。それから間もなく霊は農夫の家族から離れていき、地元の人々は幽霊が農場の近くの洞窟に戻ったと確信し、その神秘的な生き物は時が来れば戻ってくると約束したと信じていた。現在でも地元の住民は洞窟の周りで奇妙な現象が起きていると報告している。彼らはそれがかつて農夫の家族を愚弄した幽霊と関係があると誓っている。どんなに懐疑的な人でもこの洞窟を見れば肌がゾクゾクすることを受け合いだ。そしてこれがサウスダコタ州にあるウィンドケーブだ。
一見するとこの洞窟には超怖いものは何もないように思えるかもしれない。うごめくコウモリの塊も古代の遺跡も有毒ガスもない。しかしこの洞窟には血も凍るような非常に珍しい地質学的特徴がある。これほど広範な崩壊石のネットワーク、ボックスワークが見られる場所は世界中どこにもない。風穴はどのようにして箱庭以降に最適な条件を作り出したのかは未だに謎である。しかしこの箱庭が巨大な蜘蛛の巣に似ていることは確かだ。単なる地質学的な異変とはいえ、この箱庭を見て硬化した鉱物の細い繊維に沿って何トンもの洞窟蜘蛛が飛び回っているのを想像しないわけにはいかない。ではこの世のものとは思えないような場所にご案内しよう。神秘的で危険な場所ではないが、少しユニークな場所だ。この洞窟の中の生物は約550万年もの間下界から隔離されてきて、それが如実に現れている。自分の目で確かめてほしい。このように長い間隔離されていたため、洞窟内の環境はムービルケーブ洞窟内は世界のどこにもないような環境だ。洞窟内は日照不足が深刻で、空気は有毒であるにもかかわらず独自の生態系が栄えている。この洞窟はルーマニアの黒海から西に数キロ離れた場所にあり、1986年に初めて発見された。現在では特別な許可を得なければ見学することはできないが、たとえ許可があったとしても、中央の洞窟は自然にできたとても狭い石灰岩のトンネルと垂直の立て坑によって守られている。閉所恐怖症の人はこの場所に入らない方がいいかもしれない。洞窟の奥深くでは空気中の酸素は外の空気の2倍も少ない。二酸化炭素や硫化水素も多く含まれており、新鮮な空気とは言えない。洞窟の中は真っ暗である。しかしこの極めて過酷な条件にもかかわらず、いやおかげでというべきか、この場所は生物学者にとってまさに均衡である。ここでは生命が絶好調のようだ。1996年の調査で科学者たちはそこに生息する48種を確認した。そのうち33種はこの洞窟にしか生息していない。洞窟に生息する生物のほとんどは小さく、彼らは長い手足と触覚を持ち、暗闇の中を移動するのに役立っている。視覚もなく色素もない、真っ暗闇の中で暮らしているのだから視覚は必要ないのだろう。誰にも見られないのだから綺麗でカラフルである必要がないのも頷ける。さあもう一つの洞窟を探検する準備をしよう。それはメキシコにある巨大水晶洞窟である。これらの巨大な結晶は洞窟から水を汲み上げた後、鉱山会社によって2000年に発見された。その後2人の夫婦が乾燥した洞窟に徒歩で入り、水晶を見た。これらの畏敬の念を抱かせる結晶は実際には地下300メートルに隠された巨大な石膏の柱である。科学者たちはこの結晶はすでに50万年前から成長していたと推定しているため、結晶の多くは歩いて渡ることができるほど長く幅が広いのだ。残念なことにこの自然の脅威を訪れることは今のところ不可能だ。しかしジャイアントクリスタルケーブは罠にはまりやすい危険な場所なので、その方がいいのかもしれない。何万年もの間この洞窟は地下水で満たされていた。地下水はもともと地球の深部にあるマグマたまりに押し上げられ海溝部に流れ込んだ。洞窟の下にあるマグマは水を高温に保っていた。その結果水はカルシウムと硫酸塩で満たされ始め、その粒子が再結合して石膏となった。そして白っぽい結晶が洞窟を支配した。そして水中に留まっていたため成長を続けることができた。